ははいどうも皆さんこんこにちは、えー、本日はですね、ちょっとですねあの宣伝をねさせていただけたらと思っていまして、えー、と言いますのも、えー、まあ私がですねあの翻訳したあ本があこの度出版されまして、ですね、えー、こちらに手元にあるんですけれども、まあ、YouTube の方、ちょっと画像でなんか反射して見えづらいっていうねど、どうしたらいいんだ。ごめんなさいね、これでどうこれでどう あこれどう見える、ねはいえーとねえー、YouTube の方は見えてるんだけど、あのー、もしイエス様が市長だったらという、えー、英語のタイトル、If Jesus Were Mayer というです、ねえー、ボブ・モーフィットさん、えー、が書いた、えー、で僕が翻訳した本が、えー、出版されまして、はいえー、とスマイルブックスというところから出ているんですけれども これも本当ね、皆さん、あの、あんま普段僕こういうこと言わないですけど、あの、買ってほしいな。うん、買ってください。もう本当にあんまりこういうの得意じゃないんだけど、あの、マジで買ってほしいですね。で、あの、買い方ね。買い方は、あの、ネットで買えます。で、えっと、スマイルブックス、えー、スペース、もし s 様が主張だったらとかですね。まあ、スマイルブックスっていうふうに、 えと検索すると、その出版社が出てくる、きますので、えー、1番目か2番目に出てきますので、でそれクリックしていただいて、えー、とそうすると、まあ、あのもし A 様が市長だったらという本が出てきますので,で、ぜひですね、できればそちらから買っていただけると、その送料もね、安いんですよ。2250円で買えます。で、これ、の本の定価が2000円税込みです。で、この本ね、2000円税込み、正直ね、安いんですよ。 で、えっと、何ページあるかっていうと、506ページあるんですね。<laughs> 504ページか、えーあ、あるんで。で、500ページ超えの本で、えっと、2000円の本って、僕、見たことないんです、正直。だから、今の、だから、本の相場って、だんだん高くなってきてて、多分五500ページ超える本だと、で、しかも、英語版ですよ。はい。なんで、500ページ超える本で、んーとー、なんだ。 大体この感じだと、やっぱり3000円超えっていうのは硬いんですよね。まあ安くてもやっぱり299とか、そんな感じだと思うんですよ。だからすごく破格の、あの、安さでやらせていただいていて。で、でいてもあのー、ごめんさ、ね、も本当に自分で言うのもあれなんだけど、あの内容には自信があります。あのー、めちゃくちゃ面白いです。で、あのー、まああの、読者はクリスチャンの、ね、方がね、 あの想定されてるんだけどあのクリスチャンじゃないという方が読んでも面白いんじゃないかなと僕は思っててでであの話買い方の話に戻ると定価2,000円なんですでえっとスマイルブックスさんで買うとで、まあ、オンラインで買っていただくにはえっとなんだ送り先と冊数を書いてえっとそのフォームでね送るっていう形になるんだけどえっとね え決済が多分その振り替用紙が送料込みで送られてきてでそれを何だ えと払い込んでいただくっていうか、届いたら払い込んでいただくみたいな、ちょっと手間がかかってしまうんですよ。えっと、なんで、でも、僕はすごくスマイルブックスさんで買ってほしくて、それでも、なんか本当にお手間じゃなければ。で、アマゾンでも正直買えるんですね。で、アマゾンで買うとちなみに100円高くなるんですよ。アマゾンって、その、アマゾンマーケットプレイスっていうルールで、送料、手数料っていうのが350円一律なんで、だから300、2350円になっちゃうんですよ。一冊買うのに。 ねえー、2冊買うと送料かけるにかかったりとかするでスマイルブックスだと2冊以上買うとさらに安くなったりしますのでスマイルブックスの方がもう買う方にとってもお得ですし、えー、シッカーも、あのー、そのアマゾンってさ、まあまあ、想像つくとは思うんだけどそのいわゆるみかじめ量がえげつなくてですね <laughs> あの売り上げの30%持っていかれるんですね。 でそうすると、今回僕らって、この本、3000、うんうん、部吸っててね。で、まあまあ、こう、その、僕らがやってる NGO の、その、経営が危うくなるぐらい投資してんすよ、正直。はい、お金をかけて。で、それが、その、ま、 回収というとあれだけど、本当にこう、少なくとも赤字にならないラインっていうのが、やっぱり最低やっぱ1000冊は売りたい。で、全部売れると、本当にこう、スマイルブックスさんにとってもものすごくプラスになるし、やっぱりこういう本をこれからも出していこうってなると、やっぱこれが全部売れるっていうのは僕の中では、あのー、すごく重要なことだと思ってて。でいて、その、やっぱりこう、 それそれとにかく買ってくれじゃなくて、この内容も本当に僕が、なんていうのかな、この12年とか、市役所の職員辞めてね、で、活動してきた、13年でしょうかね、あの、活動してきたな、なんか、一つの、なんとかね、理由というか、なんか、これを出したことで、本当に正直、肩の荷が下りたというと変な話なんだけど、これを出すまでは死ねないな、みたいなのがあって、 んですよねこの10年ずっとねでこれ翻訳し始めたのは2008年のことですから10何年13年とかが上がってるわけですよ で僕、本当に今でも覚えてるんだけど、その初めてね、その市役所辞めて、そのインドで、あのねえー、と開発援助とか、宣教の働きのインターンをしていたときに、えー、本当に40度とか超える気温の中、パソコンのなんか、アダプターから煙が出たりとかしたんだけど、なんかそういう中で翻訳してたのがこの本、「<laughs> If Jesus w a m y r、er、の翻訳作業を僕、勧めてたんですよ、インドでね。で、未だに思い出すんですよね。 でそこからなんかに、ね、その震災に巻き込まれていってで震災の,その援助活動とかする中で気が付いたらなんかずっと5年ぐらい放っておいたみたいなのをもう一回こう自分でその5年前に訳したのを見てみたらあもうすごくですね稚拙な訳というか、まあ、自分の日本語能力がやっぱまあそれだけは上がったということだと思うんだけど。 あーこのワーディングはないわとか、その、この、下手すぎるっていうか、その翻訳長すぎるとか、こなれてないなとか、なんかいろんな面につくことがろだってもう一回もうゼロから訳し直そうと。で、ゼロから訳し直して。で、そんなこんなをしてるうちに僕は病気になり、2年間休職をし、 で、2016年に復職してから翻訳をし訳し直していた続きをまた始めて、それで2018年ぐらいに訳し直しが終わったんですね。でそう からもう1回そのね同じ働きをしている神田先生や柳沢さんというね同僚にまた読み直してもらって間違いを指摘してもらってえそしてその出版社を見つけてそしてまたその打ち合わせを重ねてでコロナに見舞われてで1年間その打ち合わせどうしても顔を合わせなきゃいけない打ち合わせとかあるからでそういうのができないっていう1年があってもちろんオンラインではやれるところは やるんだけど最後の最後のそのなんだろうな例えばも紙質の問題とかねそういうのはやっぱりこう顔を合わせないとズームではどうしてもできないというところがあってでそういうことをしてでその最後にやっと打ち合わせできたっていうのがきょうえ今年の6月に僕愛知県に行ったんですねそれがその最終的な顔を合わせた打ち合わせでそっからあとは僕が そのゲラっていうのがあって、それに目を通して間違いがあったら、間違えてくる。さらにもう最後の最後に直すところがあったら、あー、直してくださいねって言われた時に僕病気また発症して、 で本当はだからもう秋頃にはゴーサイン出して印刷にかける予定だったんだけどそれが僕の病気の間何も進まなくなっちゃってでちょっと本当体調悪いから待ってくださいという申し訳ないみたいになってそれで、えー、と治った時にもう治ってもっ 治ったとこから、もうゲラ読めてなかったから、読んで、もう一回最後の最後確認してって思ってたんだけども、それも、ちょっとこの闇上がり無理だなと思ったから、もう、もう散々僕ね、何回メイトをしたかっていうと、100回はいかないけど、もう本当何十回ですよ。 僕、この本、なんか、翻訳して、確認して、読んで、読んで、読んで、みたいな。だから、それでも間違えてやっぱあるんですよ。まあ、本とか作ったことある方なら、絶対わかると思うんですけど、100回読んでも1000回読んでもやっぱ間違えて出てくるんですよ。あ、まだあったかみたいな感じで、無限に出てきますから。だから、えー、っと、もう、しょうがないから、もう本当に他の方もチ,チェックしてくれてるし、もう、ここはもう、これっていい、もう、行こうと。 もう本当僕多分間違いまだあるけど最後僕もう読めて最後の1回は読めてないけどえもう治ったしで僕がもうゴーサイン出すだけっていう状態になってたからもうこれでいいですというこれで本当にあのお願いしますということで言って。 でそののの納品っていうのかなその入稿っていうのかなその入稿をしていただいたのがあ11月の半ばぐらいでしょうかでそっからその印刷の,そのスケジュールカレンダーっていうのがあるから年末進行みたいなこと忙しくなったりするから年明けるかもしれないなと思ってたんだけど思いのほかやっぱちょっとコロナ禍なのかわからないんだけど印刷会社さんもまああ,のあんまり忙しくなかったと普段はすごく忙しいんです、ね、年末ってね。 なんで、まあそういうこともあって、思いのほか早く納品されて、まあ今僕の手元にもこの本がありますという、まあそういうね、えー、経緯がございまして。で、そうですね、あのー、なんだろうな、そうそうそう、それで、その、 印刷にかかった費用とか、まあそういうことに関しては f v i のその広告費から出してるわけですよ。で、まあ f v i という団体、まあ本当にこのコロナ禍になってからやっぱ毎年100万近い赤字を出してて、で、そんな裕福な団体でもないから、あの結構大変で <laughs>、あの火の車、で、まあその中で、あの結構な予算を割きましたから、本当にもうこれが売れないと団体が潰れるかもしれないぐらいな <laughs>、ぐらいなことなんだけど、まあ僕は 僕としたらなんだろうなもうこれを世に出せたというだけでなんかもう13年間やってきてよかったなという一つのなんかものなので。 出出す出さないでは迷ってないしでねあとねもう一個で言うと10年前ぐらいに実は FVI はもうもうその時にもう出版しようって言ってたんですよでもその震災とかさえなければもうそれ進んでたんだけど僕の体調不良とか震災とかそういうのがなければもうとっくに出版されてるからその時に何やったかっていうとちょっとあの今で言うこのクラウドファンディングみたいな形でその FVI で このイフジーダス・アメイヤーの PDF 翻訳の PDF を確か5章ぐらいまで無料公開してるんですね。でえっとその時からもう役もブラッシュアップされてるしもうこれとは全く別物だと思っていただいていいんだけどまあそれを公開しながらちょっとこれが翻訳されて本になるのにクラファンをねちょっと募ったんですよ。でそれでまあ本当多くない10人満たないぐらいの人だけど全国のまあこれにお金を出してくださった方もいたのでだからまあそういうものを出版しないわけにもいかないという。 中にもそういうい理由があるなんでまあその赤字で赤字をというかまあまあそのすごいめちゃくちゃ痛い出費だけど FBI としたらねでもう出そうとでやっぱりその3000部売れてくれるとお本当にこう,うなんだろうな FBI としてもそ,の、まあ、それで経営が改善するという話ではない、まあ儲かる話じゃないからあの儲かるとしたらスマイルブックスさんにもけていてまあ非営利団体だからこれで営利を出しちゃうと 販売行行為を行ってねそうするとその税制上の,あの違法じゃないんだけど、えっと、でろう営利活動をしたということで税務署に届け出が必要になるんですよで、まあそれ。そういうことを避けるためにスマイルブックスさんに設けていただくでただその我々が投資した分に関してはあその売れたものに応じてスマイルブックスさんから献金していただくという、まあ、その口約束をしていて。 まあ紳士協定というか、ね、でそういうことで出させてもらったのが、まあ、この本でございましてで、まあ、のまあさっきから言ってるように本当に、あのー、この本というのは僕が何だろうなこの13年活動を続けてきた一つの理由でもあり、まあ、これを出すまでは死ねないなと思ってた、まあ、それぐらいの、あのー、思いの強いそして内容にも自信がある。 えー、そういう本ですので2,000円以上の価値絶対ありますんであのー、もしね興味持った方は是非スマイルブックスさんのホームページから買ってくれるとめちゃくちゃありがたい。で是非ですねもしよかったらその教会とかにね行ってらっしゃる方あるいは教会のリーダーをされてる方とかはその1冊じゃなくて。 その、教会の皆さんで共同購入するとかして、なんかこれをテキストに学びを進めてもらったりとかですね。本当にそんな形で使ってもらえたら、めちゃくちゃ、なんかこれを出してよかったな、と思うんで。あの、宣伝します。で、正直だから本当ね、これ心配だったんだよね。 本ってね、ちょっとごめんなさい、ちょっとあの今回内容についてほとんど触れないんで、で、これはこの、この、もし A さんが主張だったらシリーズ、これからもちょっとやっていきます。あのやっていきますっていうか、なんかいつもの一人ビブリオバトルとはちょっと違うんですよ。ちょっと一人ビブリオバトルみたいには紹介できないですごめんなさい、ちょっと主観が強すぎて。そう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 、あのー、客観的に評価できないから。 だから、あのー、主観が強すぎるからもう本当に一人ビュー売りーバトルとしてというよりも本当にこれを宣伝するというシリーズをやっていきますだからいつもと語り口違うと思うんだけど本当にもう、まあ、この内容って僕あもう頭に入ってるぐらい読む必要がないぐらいもう頭に入ってるんで、まあ、それを踏まえながらこれこんな本ですみたいなことをちょっと何回かで紹介していくかもしれないしまあまあ、あのー、そして毎回こうスマイルブックスで買ってねっていうのを 何回もちょっと耳にタコができるかもしれませんけど言います、えー、それはやっぱりあの買ってもらいたいからそして一人でも多くの人に読んでもらいたいからねでえー、っとそうそうそうでこれで言うとねほんと不安だったっていうのはやっぱりこの本ってさその本ね出版したことある人なら分かると思うんですけどちょあんま多くはないかもしれないけどでもでもでもよでもよ多分本僕は今から本の出版の話するけど多分何か自分が なんかこう仕事の中でこう形あるものをさつ作るっていうのかな、まあ、商品でもいいし製品でもいいしでそういう人は多分なんとなく分かる話だと思うんだけどこういうこれってねその例えばその紙の薄さとかもめちゃくちゃ僕選んだんですよで年間300冊読むじゃないですか僕本ねでそうするといろんなことがあってまずその500ページある本って すごくく分厚くなることが多いんです、ねはいえっと紙の厚さによっては500ページの本ってなそれこそ何て言うのかな,な電話帳まではいかないけど本当にもう持っただけでズシンときてもうなんかもうその厚さに圧倒されちゃうってことになるから、えっと、だから本当に軽くて薄い本っていうのを結構ずっと探してて。 で、えっと、見つけたんですよ、R 本はこのサイズで500ページ超えか、この厚さで500ページ超え、それでしかも重くないと、重量も結構大事で、あこのでしかも裏写りもしてない感じだしあ、じゃあこれちょっとサンプルで僕買ってね、それでそのスマイルブックさんに送って、この紙質でお願いしますみたいな。であとはそのカバーの表紙のデザインは湯本、えっとねえー、さんという a u a の、ね、ホームページ、えー、作ってくれてる。 えー、スタッフ、準スタッフの、えー、方がデザインしてくれた。で、このデザインを、えっ、ー、とですね、このデザインっていうのは、だから、結ぶブワークスというですね、荷物さんがやってる個人事業をね、えー、会社にやってもらったんですよ。で、これもあのクレジットされてますので、興味ある方は、またね、デザインとか頼みたいなと思ったら、ぜひと思うんだけど、で、この、えっ、ー、とー、この表紙の,その紙質ですよ。 ツルツルにするのかとか厚さとかなんか本ってねそういうあとその文字の大きさはいそして何、えー、て言うの,かなそ,のその配置とかってその最後の最後まで手に取って試しに作ってみてができないこれ <laughs> そう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 それがすごく怖いのよあのそうでだから何て言うの,の紙も見れますよでその ゲラって言ってこういう風に印刷されますよっていう何ていうのかなあの PDF で,でそれを打ち出してちょっと見ることもできますでこの本の感じですっていう別の本を見せてもらうこともできますだけど本当にできたものって本当にできる3,000部するまでわからない「試しに一部くれませんか」ができないんですよ そうするとさ、もう、ほんと僕、なんか、届く日に、そわそわしてて、朝から。だから、あの、この感じって、なんか、なんか覚えがあるなと思ったら、あれなんです子供が生まれる日なんですよね。うん。で、やっぱ子供ってさ、生まれてみないと分かんないじゃないですか。ね。で、それは、その、超音波とかで、あのー、見れますよ、もちろん。だけど、生まれてみないと、その、顔のさ、作りとかさ。で、それこそさ、その、助産師さんってさ、生まれたらまずするのって、手と足の指の本数数えるんですよね。 いやそれはそういう見た目のいわゆるまあ奇形と言いますかそういうのがないっていうことを確認あやっぱ全部ありますよとかって言ってくれるんですよ。でね音竹さんなんかだと、まあ、手も足もなかったそれを見た音竹さんのお母さんがなんて可愛いって思ったっていう本当いい話があるんだけど なんだろうなで、まあ、障害あるなしの,その障害がいい悪いとかっていうことを言いたくないとかっていうことはさておきさそれでもやっぱりその親としたらさ生まれてきてた、えー、子供を見るまで何があるかわからないからあー不安だったりするちゃんと泣いてくれるだろうかとかねうん、うん、なんか先天性の心臓の疾患を抱えているかもしれないなとかですね で、生まあ、ね、ダウン症の子供が生まれてくるかもしれないな。で、これ何度も言うけどそのダウン症の子供を授かるというのは僕は神の恵みだと思うし、で、僕もね、その、僕の妻って幼稚園の教育してて、ダウン症の親って本当にどんな親よりも子供のことを言ってほしいと思うんですって。だからあれって神様のからのプレゼントだと思うっておっしゃって、ね、その僕の妻が言ってて、まあそういう親がおっしゃってるのを聞いてね。で、あのー、ちょっと話されたけど、そ,その、 なんだろ、これが来たときにさ、それこそ子供で言う、危険じゃないけど、うんお、こうなりましたか、みたいなことになっ どう投資の額も大きいだけにねめちゃくちゃ不安でそわそわしてでじゃあ来ました来たらなんか僕本当にねなんか思ってた以上にしっくりくるなんか最初からこうなることが決まっていたかのように、えー、すごいねその文字の大きさとかもね本当にね何て言うのかなこう老眼にも優しいんだけどでかすぎないっていうもう絶妙なバランスになっててなんかねもう本当にこう重すぎず軽すぎず 分厚すぎず薄すぎずっていう。で、内容も,もち、内容はもう自信があるから、だからそういうことがすごく全部なんかクリアされて、本当に僕は感動したんですね。で、僕、まあ,あの、役者後書きというのをね、せ越ながら書かせてもらってるんですよ。で、496から197ページですよ。で、なんか僕、役者後書きが長い本が嫌いで。<laughs> ごめんなさいね、なんか。 でお、お前が主張してどうすんねんみたいなのがあるから、うーと、役者後書きが長い本が嫌いだから短くしようと思って、だから本当にこう、本で言うと1ページ半ぐらいですかね、うん、本当にさっくりですけど、三段落ぐらいで書いた。で、その役者、自分で書いた役者後書きを読んで、まあ、内容についてはもう読むまでもないから、<laughs> 知ってるから。で、役者後書き届いて。 アクシャート書きを一人で部屋で読みながらなんかほんとね目頭が熱くなったんですよね。ああそうだな13年間の旅路の一つのなんか到達点だななんつって思って。 ってことで、まあ、今回はこの本を買ってくださいっていう、もうただただそれだけの動画なんですね。だから、まあ、どあのコメント欄の固定コメントと,、えっと説えっと、動画概要欄にスマイルブックスのこのホームページ貼り付けておきますんで、えー、ぜひですね、買っていただけたら。で、何らかの理由でちょっとスマイルブックス のあのあ手続きとかね、なかなか難しいんだ。どうやって入力したらいいか分からないとかいう人は、まあ、Amazon でも買えますので、あのー、ぜひ、ぜひぜひ買っていただけたら。で、できればですね、教会でまとめ買いなんてね、していただけたらね、まあ、めちゃくちゃ嬉しいかなと。まあ、今後もちょいちょい、こうこの、 もしイエス様が師匠だったら、ちょっと内容にもちょっと立ち入りながら、ちょっと普段の一人ベブリアバトルと違って、もう主観でしかないような話になるんだけど、まあこの本、これからもこの動画、音源で宣伝していきますんで、すいませんけども、勝手、皆さん買ってくださるまで宣伝しますんで、よろしくお願いいたします。ということで、今日は、えちょっともしイエス様が師匠だったら出版されたよという、 お話をさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。